皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回はですね、ニントラの方を、まあ、やっていくやつなんですけども、はい、ついにやってまいりました。ファーストアニバーサリーというところで、まあ、1周年ですね。まずはおめでとうございます。まあ、自分も、まあ、ほぼ初期から、ニントラやってるんですけども、間々がね、ちょっとログインできてなかったり、忘れてたり、ちょっとサボってたりと、いうところで、まあ、皆勤賞ではないんですけれども、まあ、一応は、最初からやってるというところで、ね、やっときましたね。というところで、ファーストアニバーサリー記念のガチャが、やってまいりました。というところで見ていきましょう。まあ、新規実装されております。これかな?こちらね。うん。ナルトとクシナが、はい、今回は、実装されているんですけれども、きっと、まあ、これが前半戦みたいな感じになるかな。まあ、後半戦に、またね、大きいガチャが来るんかなとは、思うんですけれども、まあ、今回はこの2名が、新規実装されています。クシナの方がね、一応、交換できるっていうところがあるんで、もう、ほんま、もう、こうなると、うん、もう一択になってくるんですけど、一応ね、ミナトも自分持ってないんで、うん、ミナトも交換できるというところで、これはもう親子3人揃ってね、うん、使ってみたいなというところなんですけども、まあ、チラッとだけ見ときましょう。で、まあ、この子に関しては、なんかね、スキルが、これね、うん、なんか多分、変身するんかな?うん。状態が、バトル中キュービーチャクラモードになるみたいな感じで、うん、一回変身挟んでのって感じになってるみたいですね。で、5突したら、まあ、こんな絵の感じ。これでも、普通の3突の状態でも、あ、これちょっと、間違えたね。はい。この状態でもめっちゃかっこいいっていうのがね、やっぱあって。まあ、ニントラさんはもう絵がね、もうほんまに、いい感じで仕上がってるわけなんですけれども。まあ、この辺はね、狙っていきたいなと当然ね、思っております。まあ、ナルトの方がバフをかけつつ、火力出すんかな。まあ、攻撃属性というところもあって、うん、火力をガンガン出せるような、キャラとなっておるのかなというところで、クシナの方は技属性というところで、まあ、この子はデバフがメインになっているのかな。あ、もういいよね、いいよね。はい。まあ、というところで、今回は13000個なんで、50連かな。50連でとりあえずは、引っ越し抜いてやろうと、いうところで。まあ、とりあえずね、まあ、死の子のやつ、行ってやろうと。もうほんまね、とりあえず、いつかな、美獣のナルトかな、あの辺ぐらいから多分当たってないと思うんですけれども、動画としてね、やってるっていう中で、なんか単発とかね、ちょいちょいね、ちらっと当たったりするんだが、はい、ありがとうございます。これもいただいたと言っても過言ではない。はい。まあ、2分の1を引ければいいだけ。はい。もしくは、両方出ても良き。はい、行こう。これは、来たら、完璧でしょう。さあ、行こう。ラグいね。いきなり1枚目かな?はい、さあ、どう?俺ってば、あだす。いろいろ託されてるもんがある。これはやばいでしょう。やっちまいました。あだす。まあ、3と繋がら、とりあえず、1枚目に引くというね。これは、やっちまいましたね。ありがとうございます。さあ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 。まあ、次の、まあ、ガチャ、うん、周年に向けて、若干は、周年というか、後半に向けてって言ったらいいのかな。うん、一種も温存できるっていう感じで、まあ、ありがたい感じなんですけれども、うん、SR もぼちぼち出てるね。うん、まあ、結構、あのキャラがガンガン出るっていうのを、こう、耐える気持ちで頑張ろうと思ってね。覚悟はしておったんですけど、まさかの1枚目で出るというね。うんうん、さあ、ありがとうございます。まあ、3と繋がら、ナルトの方をゲットいたしました。もうこれはもう完全に急いでね、育成していきたいなと思うんですけれども。あ、まあ、主義。あと10連いっときましょう。もうこれは主義でいきましょう。まあ、ここでクシナをね、ゲットしても、まあいいと、ああいうところで。さあ、20連目。とりあえずこれが、今回の動画ではラストにしたいなと思います。まあ、こんな早く弾けるとは思ってなかったんでね、正直ね。はい。まあ、この辺は、まあ、演出がちょっと微妙なところなんで、親父のカットインを待つばかりなんですけれども。うん、ないね。まあ、この辺はもうほぼほぼ出ないであろうというところで、サクサクといこうかなと思います。うん。うん。はい。はい。
はい。最強の傀儡を。はい、というところで、まあ、おまけで10連な回しましたけれども、初回10連の1枚目で、引っこ抜くという、なかなかの、神引きと言っても過言ではないかな、うん、したんですけれども、まあ、あとは、クシナとミナトに関してはもう交換して、やっていきたいなと、あとはかけらで、うん、トツを上げていきながら、育成も頑張って、いきたいなと、思っております。はい、というところで、まあ、1周年というところでね、ニントラの方も、盛り上がっては、行くとは思いますので、まあ、自分としても、まあ、ナルコレを動画をメインで出させていただいてるんですけれども、まあ、ニントラの方もね、できれば、まあ、ちょっとね、なかなかプレイする時間がね、限られてるんで、動画としての、こう、絵になるような動画がね、なかなかね、投稿できないっていうのもあって、頻度的にはかなり低いものにはなってるんですけれども、できる限り、投稿させていただきたいと思っておりますので、なるほど。っていうところなんで、はい。やっていきたいなと思います。まあ、これエラー出ちゃいましたけども。はい。頑張っていきたいなと思います。ということで、今回の動画はここでお開きとさせていただきたいと思います。最後のご視聴、ありがとうございました。